無理は禁物だからね。力を貸してくれない、バルカちゃん。邪魔をしないで、タンタス。時間がない。こうしてあなたと話している暇さえ欲しい。分かってくれ、タナトス。永遠を生きられない私たちの苦悩は、作品の完成には未だ。それがさ、いよいよロキファミリアがここまで迫ってきているみたいでさ。ずーっと嗅ぎ回られていると不都合なこともあってさ、なんとかしないと資金繰りもうまく進められなくなるかもしれない。俺としてはここに招待して安らかな闇と添い遂げてほしいと思って。このままじゃご先祖様の迷宮作れなくなるかもよ。何をすればいい？使いたい仕掛けがあるんだけど、あれバルカちゃんたちにしか扱えないでしょ。ちょっと前に出てきてよ。我々の作品に傷をつけるつもりか、タナトス。俺たちが一網打尽になったら元も子もないじゃん。何のために用意してきたかって聞かれたら、こういう時のためでしょ。違う？ね、頼むよ。時が来たら。これがフィンたちが見つけたオリハルコンの門？でっか。すっごいね。どうやって作ったんだろう。オリハルコンってダンジョンで取れるアダマンタイトより硬いんでしょ？なあ、デュランダルのスペリオルズを作成する上で欠かせない素材じゃ。文字通り最高金属じゃな。私のデスペレートと同じ。オリハルコンでできてる以上、扉の破壊は不可能っていうことね。こんな決体な玄関を準備しとるんや。ここが連中のアジトで間違いなさそうやな。ああ、地図上で照らし合わせてみても、間違いなくこの隠し通路はダイダロス通りともつながっている。ロキの読み通りだったな。それにしても団長やガレスはともかく、ベートたちに先を越されたのってなんか尺っていうか不甲斐ないわね。気にする必要はないさ。僕たちもまるでおびき出されるように発見したからね。見つけてくださいと言わんばかりに隠し階段の入り口が開いておった。食人家の匂いを残したおまけ付きでの。つまりウノですか？扉が勝手に。ああ、見えた。
仮面の人物。間違いない。扉を開けてくれたのはあのクリーチャーのようだ。あの一瞬でよう見えたな。うちは全然わからんかったわ。恩恵によって五感が強化されている我々と一般人も同然の神を一緒にするな。今は少し黙っていろ。ベート、クルス、内部に侵入して偵察に向かえ。ただし深入りはするな。すぐに戻ってくるんだ。出やがったな。チョコは世界を救う。行きますよ。ポカポカするな。行きますよ。サラマンダーウール。君と僕の絆の勝利だぜ。戻りました。内部の入り口付近には人影も食人家も見当たりません。ですがしばらく進んだ先で道が複雑に分かれていて、まるで迷路のように、いえダンジョンのようでした。ダンジョンですか？もしかしてここもダイダロス通りのように？これからどうするっすか？オリハルコンの扉をどうにかする手間が省けたじゃん。これで中に行けるよ。でも絶対に罠よ。連中から招いてくれてるんだから誘いに乗ればいいじゃない。小細工ごと叩き潰せばいいのよ。確かにここまで来て手をこまねくのもおかしな話ですが、それが本当なら無意識自体だわ。結論から言えば行くしかない。敵の狙いがデミスピリットを召喚することである以上、我々に時間はないのだから。あれが地上に出現することになれば、オラリオは火の海と勝つだろう。リベリアの言う通りだ。敵の本陣に迫った。それは間違いない。たとえ罠が待ち受けていたとしても、突入の先延ばしは状況の悪化を招くのみ。踏み込む以外の選択肢はないが、薄いているな。ロキ。嫌な感じがすんな。確かに、ま、いかなならんのやけど、好きにやってね。舞台の編成はフィンに任せる。フィン、ザコは置いていこうぜ。気に食わねえ匂いがし、足で待てよはいらねえ。邪魔で。ちょっとベート、私たちファミリアなんだから、いい加減そういう言い方やめなって。サポーターの支援もなしに突っ込んで、あんたや私たちがどれくらい力を発揮できるのよ。一応ここダンジョンもどきなんでしょ。武器やアイテムがなくなったとか言って騒がないでよね。やれやれ、
ベートのやつ、少しは言い方を丸くできんのか。今更だろ。ティオネの言う通り、サポーターは連れていく。前衛と後衛、そして治療班、僕とガレスが率いてアタックする。リベリアはここで待機。周辺の隠し通路の情報を収集しつつ、ロキやアリシアたちと一緒に待っていてくれ。わかった。武器が足りてるぞ。マッピングができるやつを分散しろ。レフィーア、お前も行くのか。フィルビスさん。はい、私もパーティーに組み込まれたので。あのウェアウルフと意見が重なるのは尺だが、私も嫌な予感がする。ここにはダンジョンとも違う何かがあるような。フィルビスさん、心配してくれてありがとうございます。それでも私は行きます。アイザさんはみんなを助けたいから。そうか、なら私も行く。お前を守ろう。ありがとうございます、フィルビスさん。とっても心強いです。ああ、ぬひょー、エルフ二人のゆりゆりな組み合わせ、ごちそうさまや。ええなあ、やっぱり。何がええんじゃ、まったく。それより良かったのか、よそのエルフの同行を許して。うん、ま、24階層の時も力貸してもらったしな。それにさっき軽く問い詰めてみたけど、どうもディオヌソスの指示やなくて独断で動いとるっぽいんや。本人はあのキザ男の指示とは言うとるがな。私はレフィーヤを守りたいのです。うちの前で宣言しよった。嘘は言うとらん。あのエルフはほんまにレフィーヤのナイト様や。慣れたつもりでいたが、エルフどもの気まじめさはやはりドワーフのわしにはむずがゆくてたまらんの。そこがええんやんか。お、そや。おい、ラール。え、自分っすか。自分や自分。おい、これ。なんすかこれ。っていうか、なんだかほんのりとめちゃくちゃ臭いような。フィンラとチゴテ、ラウルはまだちょっち情けないからな。うちの愛を込めたお守りや。情けない自分を卒業できるように頑張るっす。準備はいいか。では、総員突入。春姫みたいにギュッとしてあげるね。敵のアジトだと思って乗り込んでみたら、本当にまんまダンジョンじゃない。城塞なんかは敵の侵攻に備えて得てして楽には進めない作りになってるって聞きますけど、さすがにこれは度が過ぎますね。複雑さはダイダロス通り並み。誰が何を考えてこんなものを作ったんだか。どう？
ル？あ、いや、モンスターだと思ったらただの彫像だったっす。もう何やってるのよ。これは植物のレリーフ？モンスターの彫像だったり、なんだかモチーフがバラバラですね。食人家に関係してる連中がここを作ったってことじゃない？そうだとしても、この迷路、なんていうか、そのダンジョンより冷たい感じがします。確かにね、ダンジョンより無機質っていうか、息苦しい閉塞感みたいなものがある。出たな。チョコは世界を救う。未開拓領域なんかもそうだけどさ、マッピングされてないダンジョンってちょっと緊張するよね。迷子になったら出口どころか右も左もわからなくなるし。うん、ダンジョンで一番なっちゃいけない状態。山腹の洞窟なんぞには通り風が吹いておることが多い上、それを目印にすることはできるんじゃがな。どういうこと？外と中で温度差で気流が生じ、洞窟内を風が行き来、まあ出入り口から風が吸い寄せられていると考えておけ。つまり風が吹く方か吹いてくる方に進めば、行き止まりに出くわさんということだ。お、なるほど。ちょっとは頭を使いなさいよ。進路が限定されておるな。オリハルコンの扉、通路はいくつもあるのに通れなくなってる。進める道は二つだけ。誘導されてるってこと？でも大丈夫でしょ。いざとなったら壁を壊して進めばいいし。いや、それも難しいの。え？これってもしかしてアダマンタイト？うん、外見こそ石板で覆っているが、おそらく通路全体がこのレアメタルで作られておる。わしやお主あたりなら壊せんこともないじゃろうが、まあ現実的ではないの。オリハルコにアダマンタイトって、なんかここヤバくない？ずっとヤバそうって自分たち言ってたっす。このアホみてえな迷宮を作るために、連中はメレンを巻き込んで金の荒稼ぎをしてたってことか。理解できねえね。数年足らずで気づけるものじゃない。それこそ何十年、いやもっと年月をかけて。どうやらなかなか規格外のものを作っていたようだね、イビリスの残党は。オリハルコンの扉にアダマンタイトの壁、脱出も侵入も困難。でもなんだろう、アジトにしては何か。
参ります。僕だって。団長、こちら側の道の先に階段があります。下へと続いているようです。逆の道も同じです。待ち構えている敵の気配はありません。やはり分岐か。どうする、フィン。二手に分かれる。どの道この大所帯じゃ襲われたらろくな戦闘もできないしね。右の通路はガレスとアイズ、ティオナ、ティオネを中心に、左には僕とベート、レフィアとマイナデスを中心に部隊を組む。団長、どうして私たちが離れ離れになるんですか？単純に戦力のバランスさ。ガレスの方に第一級冒険者を偏らせた方がいい。団長、それにガレスの部隊にティオネがいてくれることで僕から有利はなくなる。この配置は君を信頼しているからこそなんだ。団長、ちょろすぎんだろ。もう様式日になってきたような。じゃあ、あとは頼んだ、ガレス。おう、フィン、くれぐれも足元を救われるなよ。ああ、肝に銘じておくよ。参ります。負けさせないよ。いい結果ね。この調子で精進するといいわ。全然敵もモンスターも出てこないっすね。逆に不気味っていうか。モンスターの匂いはそこら中に残ってるがね。水路に嫌がった化け物どもがここを通って離されていたのは間違いねえ。ダンジョンの上層と構造が似ている。旧式の下水道、都市に張り巡らされた地下水路からさらに下った場所にオリハルコンの扉はあった。これまで降りてきた階段の長さを逆算しても現在位置はちょうどダンジョン1階層から2階層のあたりで間違いない。方法はともかく、隣接しているダンジョンとつながればバベルに代わる出入り口として成立する。迷路、いや、この人工の迷宮そのものがダンジョン第二の出入り口として考える方が無難か。問題はこの迷宮の深度、一体どこまで続いているのか。ダンジョンのルームに似てる。そうっすね。オリハルコンの扉が左右にあって進めそうなのは前の方の階段しか。ようやく出てきやがるけ。フィーン、やっと会えたな。かん道の再会だ。ずっと会いたかったぜ、クソすかした勇者様。
ああ、やっぱり生きていたか、バレッタ。その澄ました面を忘れた日はなかったぜ。クソったれ。てめえは私のことを覚えていたか。覚えていたよな。忘れたなんてとぼけやがったらぶち殺す。鼻綿を引きずり出して、顔を切り刻んで、全身をめった刺しにして、二度と舐めた口を聞けぬよう、私の存在を魂に刻みつけてやる。おい、フィン、てめえは変な女に気に入られる持病でも持ってんのか。ティオネのことを言っているなら、それは彼女に失礼だよ、ベート。少なくともティオネは彼女のように非道な人間じゃない。あのヤバそうな人を知ってるんですか、団長。ああ、彼女の名前はバレッタ・グレーデ。オラリオの暗黒期において秩序を乱し混乱をもたらしたイビリスの主要幹部、その一人さ。団長やリベリアさん、ガレスさんはもちろん、フレイヤ・ファミリアにガネーシャ・ファミリア、ギルド側についたたくさんの派閥と敵対してたっす。5年前、疾風の暴走がとどめになってイビルスが壊滅した時にはすでに死亡扱いされていたわ。他ならない、あの27階層の悪夢で。となると27階層の悪夢はやはり死を偽装するための隠れ蓑だったわけかね。腹が立つくらい正解だぜ、自分自身。6年前のあの時点でてめえらにやられまくっていたイビリスは無様なまでに弱っていた。そこでオリバスをそそのかして幹部どもは死んだふりをしたのさ。フィルビスさん。骨が折れたんだぜ。モンスターレックスまで巻き込んだパスパレードをお膳立てした上、身代わりの死体まで用意してな。そう、そこまでやったって。フィン、てめえはクズだ。私たちからすれば悪魔みてえに最悪なクソ野郎だ。他の冒険者どもを切り捨てた。それだけだ。ベート、事実だろうが、けなすつもりもねえ。あのフィンの反応、守りが手薄になっていたイビルスの本拠地は壊滅した。確かにあの一件でたくさんの邪神が送還されたっす。イビルスの衰退が決定的になったのもあの時。俺たちの団長は昔から徹底的に勇者のまま。それだけだ。主神様が召喚されてダンジョンの中で恩恵が封じられた私の恐怖、てめえにわかるかな。何度モンスターに食われそうになったことか。他の連中を犠牲にしてどれだけ惨めに逃げ回ったか。心中お察しするよ。でも君たちが犯した所業を思えば哀れむには至らないな。
してんじゃねえ。壊滅したイビルスなんざもうどうでもいい。てめえだけは許さねえ。絶対に復讐してやる。私はそう誓った。獅子をぶった切った後、てめえの体にまたがって好き放題を犯して、そのすかした顔をぐちゃぐちゃにしてやる。好きなだけ見下ろして高笑いしてやるぜ。なんだいバレッタ、一夜のお誘いかい。だがあいにく僕には一族の悲願がある。ベッドで睦事を語るのは同族の異性と決めているんだ。それに女性相手にこんなことを言うのは心苦しいけれど、バレッタ、君には品性がなさすぎる。せめてリベリアくらいしとやかになった後でまた誘ってくれるかな。やっぱり団長の好みはリベリア様。メモメモっと。団長がしネタを口にするなんて。あとこんな内容ティオネさんに言えない。キャー。とりあえずお前たちがブレイバーを大好きなことは分かった。てめえ、やっぱりてめえは私が必ず殺す。今日ここで。ずいぶんと気が長かったね。そんなに僕のことが気になっていたなら今日じゃなくてもいくらでも機会はあっただろう。バーカ、私は待ってたんだよ。てめえらがここに私たちの城にのこのこやってくるのをな。ここはてめえらの墓標だ。このクノッソスに飲まれて死ね。クノッソス、攻撃マジックアイテムか。後ろの扉が閉じ込められたっす。主人様、ボケっとしてんじゃねえ。てめえらやるぜ。行きますよ。僕だって。とやけ。出たな。愛こそすべて。参ります。愛こそすべて。やっせっ。ラブ&ピース。気をつけてね。嫌っていうほど対策はしてきたし、今さら食人家に遅れは取らないっすけど。数が減らない。扉が開いた左右の通路から際限なく出てくる。はい、追ってきやがれフィー。バレッタが使ったマジックアイテム、
あれがオリハルコンの扉を開ける鍵か。わざと僕たちに見せたな。元より進路は限定されている。餌をぶら下げて本命の罠の元まで導くつもりか。尺度は乗るしかないから。総員、正面に進め。バレッタを追う。行きますよ。蹴散らしてやりなさい。全員正面通路に飛び込みましたけど、食人か追ってきます。団長、しんがりは私とフィルビスさんに任せてください。え、レフィア、魔導士がしんがりなんて無理っすよ。いいだろう。え、いいんですか団長。ああ、背中は任せる。頼んだよ、レフィア。なるほど、任せろ。盾となれ、覇者の杯。ディオグレイル。障壁が通路を覆って食人家たちの突撃をまとめて防いでる。解き放つ一条の光、聖木の湯柄、何時弓の名手なり。フィルビスさん、撃ちます。アルプスレイ。出たな。負けさせないよ。ここから戻ったら何度でも試そう。次来るぞ。そうか、マイナデスの障壁魔法とレフィアの砲撃を組み合わせれば蓋と掃除を繰り返せる。すごい、レフィア。まあダンジョンとは違って壁からモンスターが生まれ落ちる心配はいらないし、最適なやり方ね。ようやく使い物になってきたじゃねえか。後進が期待を超えて育ってくれて何よりだよ。ベート、そのまま先頭で進め。先行しすぎるな。隊列の長さに注意しろ。立ちはだかる敵は全て薙ぎ払え。行きますよ。愛こそ全て。やっ。さあ。